スペイン代表の主力としてワールドカップ優勝の立役者となり、現在ヴィッセル神戸でプレーしているアンドレス・イニエスタ。今回はそんなイニエスタにまつわる50のエピソードを紹介していきます。イニエスタにはスペイン・ルバセテの北にあるウエンテ・アルビダ村で生まれ育つが、イニエスタがプロになった後、自宅の外壁をアルサカラーに魔改造したため、イニエスタの実家はアルバセテ屈指の観光名所と化してしまう。イニエスタのおじいさんはウエンテ・アルビージャとバルを経営していた。お母さんも手伝いに行き、イニエスタも一緒に行く。なんとバルの店内でドリブルをして遊んでしまう。しかも逆の足元を逃がしまくってしまう。イニエスタは小学校に入学する6歳の時から大好きなアニメを見てから学校に行くという毎日を。イニエスタが毎日見ていたアニメはご存知、キャプテン翼で。イニエスタは8歳の時に地元のアルバセテに入団する。バルセロナと試合をしたことがあるが、7点を取られてボコボコにされてしまい、バルセロナ大嫌いになってしまう。12歳になったイニエスタはスペインの全国大会で活躍し、一気に脚光を浴びてレアルマドリードのスカウトの目に留まり、イニエスタはレアルマドリードに入団を決める。しかし当時のバルセロナのアンテラ監督、オリドーラと知り合いだった両親が猛反対したため、結局レアルマドリードの入団を断ってしまう。バルセロナの施設を見学したイニエスタは設備の豪華さに感動し、バルセロナへの入団に前向きになる。しかし家族と離れて暮らすのが嫌だったイニエスタは、最初お父さんに行きたくないと駄々をこねてしまう。しかしお父さんは必死にイニエスタを説得し、なんとかバルセロナの入団を決める。バルセロナに入団し、下部組織専用の寮に入ったイニエスタ、しかしホームシックにかかってしまう。毎晩家族に電話してはいなく、週末には必ず実家に戻って、帰りたくないと駄々をこねながら寮に戻る生活を送る。1999年に行われたナイキプレミアカップの決勝戦で見事ゴールを取り、 MVP に選ばれたイニエスタ。この時にトロフィーを渡した選手は、なんと現在マンチェスターシティの監督を務めるグアルディオラだった。イニエスタの類いまれなる才能を目の当たりにしたグアルディオラは、俺はイニエスタやシャビに引退させられるんだろうなと考えてしまう。16歳の時にバルセロナの B チームに昇格したイニエスタは、2002年に当時の監督ファンファールに認められてバルセロナのトップチームへと昇格を果たす。国内カップ戦やリーグ戦でデビューを果たすかと思いきや、イニエスタがデビューしたのは、なんと2002年10月29日に行われたチャンピオンズリーググループリーグクラブブルージュ戦である。2003年 UAE で行われたワールドユース選手権のスペイン代表メンバーに選出されたイニエスタ、順調に決勝まで勝ち進み、テレビでも注目選手として紹介される。開始3分にチームメイトが一発退場となり、数的不利が肌となってブラジルに0対1で敗れてしまう。2006年5月15日、ドイツワールドカップのスペイン代表メンバーに選出されたイニエスタ。当時の監督アラ・ゴメスは、将来性を買ったと直接指導していないのに大丈夫かと心配になるコメントをする。フル代表経験が全くないイニエスタを選出したことでスペイン国中がびっくりしてしまう。2007年バルセロナとの契約延長がなかなか決まらなかったイニエスタ、この時を狙ってレアルマドリードから移籍のオファーがイニエスタに届く。しかしイニエスタは、引退するまでバルセロナでプレーしたいと断り、契約が破談になってしまう。2008年に行われたユーロ2008のスペイン代表メンバーに選出されたイニエスタ、しかし大会直前の6月3日に食中毒にかかってしまい、病院に緊急搬送されるアクシデントに見舞われてしまう。ユーロ2008では食中毒が原因の胃炎に悩まされながらも本大会に出場したイニエスタ、決勝のドイツ戦にも先発出場を果たし優勝の立役者になる。決勝戦のマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、さらにベストイレブンも獲得する。ちなみにスペインがユーロを制覇したのは実に45年ぶりである。2009年5月6日に行われたチャンピオンズリーグ準決勝、チェルシー対バルセロナ、スコアレスドローで迎えた後半アディショナルタイム3分、メッシからパスを受けたイニエスタが豪快なミドルシュートを叩き込み、チャンピオンズリーグ決勝進出の立役者になる。ちなみにこの試合のバルセロナはイニエスタがゴールを決めるまで枠内シュート0だった。2010年南アフリカワールドカップのスペイン代表メンバーに選出されたイニエスタ、グループリーグ第3節のチリ戦ではダービーのパスをイニエスタが見事にゴールし、記念すべき大会100ゴール目を決める。ちなみにこのゴールの直前、大げさに誘ったフェルナンド・トーレスにまんまと騙された主審がチリのエストラーダに2枚目のイエローカードを提示し、退場になってしまう珍プレーも発生している。2010年南アフリカワールドカップ、ついに史上初の決勝戦を迎えたスペイン代表、試合は一進一退の攻防戦となった。延長後半11分にセスクからのパスを受けたイニエスタが見事先制点をゲットし、スペインの初優勝に貢献する。2011年クラブワールドカップ出場のため日本を訪れたバルセロナ、オフを利用して東京の地下鉄銀座線に乗ったイニエスタだが、世界的スーパースターがいるのに誰も気づかずに、
たまたま乗り合わせたファンが写真を撮らせてもらうが、あまりにも自然すぎるためネットでトラ画像と疑われてしまう。ユーロ2012のスペイン代表メンバーに選出されたイニエスタ。狙うはもちろんユーロ連覇。決勝まで勝ち進みイタリア代表と対戦したイニエスタだが、イタリア代表ディフェンダー5人にマークされるという伝説を生み出してしまう。しかもキャプテン翼と比較した映像が海外で放送されてしまう。ユーロ2012大会期間中、スペインのメディアに当時のスペイン代表監督のデル・ボスケはどれくらいヒゲを手入れしているのかと質問されたイニエスタは、よくわからんと即答してしまう。2013年12月20日、バルセロナの企画でソニースターの一日店員を務めることになったイニエスタ。すぐにイニエスタと気づく客もいたかと思えば、違う店員に、イニエスタに似てる人がいるんだけど、とわざわざ確認する客がいるなど、反応が様々。しっかり店員に溶け込んだイニエスタが話題になる。2014年、ブラジルワールドカップのスペイン代表メンバーに選出されたイニエスタ。ワールドカップ前の下馬評は高かったが、初戦のオランダ戦に1-5と大敗をすると、続く2節のチリ戦でも0-2で敗戦。グループリーグ3節を待たずに敗退が決定してしまう。しかも、前回のワールドカップ王者が最終節を待たずにグループリーグを敗退するのは、ワールドカップ史上初である。2014年、ナイキが制作したアニメ CM にイニエスタが登場。クリスティアーノ・ロナウドやネイマールなどは個性的に描かれている反面、イニエスタはあまりに普通すぎて存在感皆無になってしまう。2015年11月22日に行われたエル・クラシコ。アウェイのバルセロナは敵地とは思えないと攻撃陣が躍動し、0-4でバルセロナが完勝を収める。イニエスタも1ゴール1アシストの大活躍をするが、あまりにも圧巻のプレーだったため観客からスタンディングオベーションが送られる。ちなみにバルセロナの選手がサンティアゴ・ベルナベウでスタンディングオベーションを受けたのはマラドーナとロナウジーニ、イニエスタだけである。2015年、チャンピオンズリーグの公式パートナーになった日産。日産の国際アンバサダーに就任したイニエスタは、アニメキャラとしてプロモーションムービーに登場する。ナイキとは違った特徴的なフォルムが話題になる。2015年、6月6日に行われたチャンピオンズリーグ決勝戦、バルセロナ対ユベントス戦。イニエスタは、まな娘のバレリアちゃんの写真を素手にプリントして試合に臨む。バルセロナのユニフォームを着た髪の毛ふさふさのバレリアちゃんが話題になる。2015年に日本で開催されたクラブワールドカップに出場したイニエスタ。準決勝の甲州恒大戦に現れたイニエスタは、なんとソフトモヒカンなのか何なのか分からん髪型で登場してきた。この髪型は娘のバレリアちゃんにキューピーの髪型をやってとお願いされてセットした髪型だが、肌から見ると少ない髪の毛でどうにかおしゃれしようと頑張っているおっさんにしか見えないのが残念である。2015年12月18日クラブワールドカップのオフで横浜市内に繰り出したイニエスタ。なんと乗車した横浜市営バスの車内で運転手と一緒に写真を撮った1枚を SNS に投稿して話題を発散。イニエスタよりもハイテンションな運転手が話題になる。2016年1月5日スペインのお祭りに出かけたイニエスタ一家。まな娘バレリアちゃんを肩車する画像を SNS に投稿したイニエスタだが、バレリアちゃんはすっかり大人びた可愛らしい女の子に成長したのとは違って、イニエスタは全く風貌が変わっていない姿が話題になる。2016年32歳になったイニエスタ。年齢を重ねるごとに怪我も増えていき、なかなか思うようなシーズンを過ごせないことをインタビューされたイニエスタは、僕は22歳のイニエスタじゃないけど、年齢を重ねることで22歳のイニエスタより進化しているよと、世界中のおっさんに勇気を与えるめっちゃ男前なコメントをしてしまう。大人気サッカーゲームアプリパワフルサッカー。手持ちのカードを使って自分好みのサッカー選手を育成していくシステムが人気だが、イニエスタもパワフルサッカーのカードとして登場している。イニエスタの可愛いアバターと格闘姿が話題になる。2017年、バルセロナでの出場試合数を639試合に更新したイニエスタ。これは長年チームメイトだったシャビの767試合に次ぐ歴代2位の記録である。2017年、イニエスタはバルセロナとの延長契約に合意するが、発表された延長期間はなんと2099年まで。バルセロナでも類を見ない生涯契約が実現してしまう。2018年にバルセロナの退団が発表されたイニエスタ。2018年5月7日に行われたエル・クラシコのラストゲームでユニフォーム交換をした相手は、ベンゼマやクリスティアーノ・ロナウドではなく、長年スペイン代表で苦楽を共にしてきたセルヒオ・ラモスだった。イニエスタがバルセロナを退団し、次の移籍先が注目される中、イニエスタが次のステージに選んだチームは、なんとヴィッセル神戸だ。なんでヴィッセル神戸なんかと、と思ったら、バルセロナでのイニエスタの最高年俸が推定で約10億円なのに対し、ヴィッセル神戸が提示した年俸は約32億円、約3倍の年俸である。イニエスタが2018年からヴィッセル神戸に所属することになったが、
なんと NHK がイニエスタのヴィッセル神戸移籍を速報で放送してしまう。2018年9月11日に行われたヴィッセル神戸対10キロアタス、前半15分にポドルスキからのパスを受けたイニエスタは相手チームの大井とカミンスキを見事にかわして移籍の初のゴールを決め、普段のサッカーの試合ではまず見られないスーパープレーが話題になる。2019年8月10日に行われた大分トリニータ対ヴィッセル神戸戦、先発出場したイニエスタは後半41分、大分の岩田智樹に後ろから足を削るような派手なスライディングをかましてしまう。当然岩田は何すんじゃこらと打ち切れるが、イニエスタも打ち切れて応戦。バルセロナやスペイン代表でもまず見れなかったイニエスタの打ち切れシーンに全世界が感激してしまう。スライディングをかまされた岩田は振り返った瞬間、イニエスタが目の前に飛び込んできて、やっべイニエスタじゃん、でも怒っちゃったし後には出ないなと考え、イニエスタに詰めよう。すかさずイニエスタも応戦するが、岩田はああイニエスタに喧嘩を売った男として殺されちゃうよと焦りながら、イニエスタと対等に渡り合ってしまう。2019年8月23日この日はスペイン代表の盟友でありザガントスに所属しているフェルナンド・トーレスの記念すべき引退試合。さすがに引退するフェルナンド・トーレスに船を持たせるであろうと思われたイニエスタだったが、トスディフェンダーをチンチンにし、ワンタッチで逆サイドの西大吾に正確なロングフィードを送るなどスーパープレーを連発。テレビやスタジアムの観客もイニエスタ一色になり、結局 6-0 で圧勝。フェルナンド・トーレスも存在感ゼロで終わってしまう。バルセロナのポゼッションサッカーを目指していたヴィッセル神戸はイニエスタを迎えたことで意気揚々と試合に臨んだ。2018年10月20日に行われた川崎フロンターレ対ヴィッセル神戸戦でやりたかった敵高を川崎にまんまとやられてしまう。しかもこのゴールが2018年の最優秀ゴール賞に選出されてしまう。イニエスタはこれまで数多くのメディアに出演してきたが、元チームメイトであるナス大輔の YouTube チャンネルに出演したことがある。イニエスタが出演した動画だけで100万再生を超えるクリティカルヒットを叩き出してしまう。ヴィッセル神戸でポドルスキ、ヒジャ、ヘルマーレンなど有名選手と一緒にプレーしてきたイニエスタ、これだけのビッグネームが揃っているのだから、なんとしイニエスタはヴィッセル神戸で多くのタイトルを持っているのかと思いきや、獲得したタイトルは2019年の天皇杯のみである。2022シーズンまで J1 のタイトルと無縁だったヴィッセル神戸、しかし2023年イニエスタが怪我などの影響もあり開幕戦から欠場するものの、同僚の大迫勇也が本調子を取り戻したことでチームは大迫を中心とした戦術で J1 を席巻。2023年9月現在、イニエスタはリーグ戦での出場はないのだが、ヴィッセル神戸はリーグ戦首位という皮肉な結果となってしまう。2018年にヴィッセル神戸に移籍し、2023年で6シーズン目を迎えるイニエスタ。ちなみにヴィッセル神戸が J リーグに参入して以降、連続で5シーズン以上在籍した外国人選手はイニエスタとブラジルのボッティだけである。バルセロナとスペイン代表ヴィッセル神戸と多くの試合に出場してきたイニエスタだが、実はレッドカードを一度ももらったことはない。イエローカードも通算で62枚と非常に少なく、現在もサッカー選手の模範的存在として世界中から人気を集めている。イニエスタは一時期ネットなどでイエニスタと呼ばれていた時期が、当初イエニスタは川崎フロンターレ所属の家永明宏のファンのことかと思われていたが、お笑い芸人の土田輝之がサッカー番組で立て続けにイエニスタとガチで待ち合ったのが始まりである。イニエスタは神戸は第二の故郷とコメントするほど神戸を気に入っている。奥さんや子供も神戸の生活が気に入っており、奥さんは自宅から見える風景や神戸での生活などをインスタグラムに投稿しまくる。あまりに投稿するためイニエスタの自宅が光の速さでバレてしまう。イニエスタは六甲アイランドから神戸市内の中心部に引っ越しをする。六甲アイランドを Google マップなどで見ると、こりゃ引っ越しもしたくなるわという場所にあるため、引っ越しの理由は決して自宅がバレたためではなく利便性を求めてである。イニエスタはアルバセテでワイナリーを経営しており、楽天のオンラインショップなどでイニエスタブランドのワインが購入できる。値段は1144円からのお手頃価格な上に非常に美味しいと評判だ。大切な人への贈り物や食事のお供などにぜひどうぞ。というわけで今回はアンドレス・イニエスタにまつわる50のエピソードを紹介してきました。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。